前回の爆発、せめてあらすじにして、第4回スマブラバラエティ企画、爆発物大会を開催しました。ドルフィン爆弾によって誘爆した十文字爆弾で誘爆した、爆薬箱でバーストまでしたり、張り付きどころか爆破までガード不能という、理不尽の極みのようなチューインボムの特徴が露呈したり、ただ普通に拾ったボム兵だったものの、偶然スネークの反戦手榴弾みたいなことになってバーストしたりといろいろありました。果たして今回は何が起こる？自爆だらけの爆発物トーナメント大会中編スタートです。さあそれではやっていきましょう。爆発物最強トーナメント、お相手は引き続き私さないがお送りいたします。第4回戦はルミナッツパブエース書き上げデルダ。デルダは大体わかりましたが、クッパはどう見ていますか？体がでかいので攻撃を受けやすくて、結構微妙な仕上がりになるかと思ったんですが、クッパは普通にトップティアでしょうね。爆発物という共通のバースト手段があるため、共に爆発してバーストという場面がかなり多いのですが、それを体重差、体力差で耐えられるというのはかなり大きいです。それでいて下 B や横 B などガードをメタれる技も各種あり、おまけに ND で誘爆までできるという、欲しい全ての性能が揃ったキャラとなっております。さあここで崖橋ボンバー、なんという威力だ、全く耐えられません。今のはボム中が床を走っていたので、それを避けるために上がるしかなかった。そこをボンバーで刈り取っていますね。ボム中は床につくと、壁や天井になろうがお構いなしに張り付いて走り回ります。天井などの内間のステージだと、床に張り付くとステージ上をぐるっと一周してくるので、このように画面外からの奇襲にも使うことができます。強烈に強化されたジュニアの下 B と考えると分かりやすいですかね。おっと、届かず落ちてしまいましたか？今のは届くと思って連打をサボってしまったとのことです。クッパあるあるですね。戦況は完全にイーブンとなりましたね。前回の戦いから見てわかりましたが、いつ戦況がひっくり返るのかわからないので、見ているこちらもヒヤヒヤしますね。言ってしまえば運要素もかなりありますからね。たまたま目の前に爆弾降ってくるなんていうのも日常茶飯事なので、その理不尽をいかに消化するか、それもこの大会の醍醐味とも言えるでしょう。そういえば前回でお伝え忘れていましたが、こんな大会メスユカが最強じゃんと思われる方がいるかもしれません。ですが今回は使い手がおらず、一人もエントリーしておりません。使いこなしていないキャラで勝てるほど甘い大会ではないですからね。ほぼ使えるお前がよな。よし、これで想定できるコメントに対して先手を打つことができましたね。コメントに先手を打つな。さてボンバーを起爆しに行ったところを空母で刺されていきます。制限時間での爆破も怖いが、ここはしっかり崖の無敵でいなしていきます。中央高台が怖いことになっている。後ろ投げではギリギリ当たりませんね。しかしスマートボムで崖を狙う。あっと引っかかってしまった。そのまま横スマが確定してバースト。スマートボムの怖さはここですね。あれだけの持続で横スマが確定しますからね。さらにクッパの火力なのでひとたまりもありません。ボム中を拾っていきました。さてどう使う。大パンで直接叩きつけた。なぜか自爆扱いでお互いにダメージ。ですがさすがの体重、ボム中を受けますがギリギリ耐えました。中央高台にボム兵がいて怖いです。台上に勝手に現れて台を支配するのはなかなかの脅威ですね。十文字爆弾を拾っていきますが、微妙に使い勝手に困るアイテムですね。浮いてしまうのが何とも言えないですね。NB で爆薬箱に引火、回避が合わさり完全に自爆してしまった。NB の誘爆はナイスでしたが、爆薬箱の威力がちょっと高すぎましたね。さてストックは完全に並びました。どうストックとなると本当にいつ試合が終わるかわかりませんからね。十文字爆弾を華麗に避けていきます。ここまで来るとアイテムの避け方のレベルが上がってきますね。実はこの大会は開催にあたり2週間の準備期間がありまして、爆弾コンボなども開発する時間がありました。大会に関して真剣すぎじゃないですか。今まで適当に開催してヤバいやつを発掘することがあったので、その対策も必要でしたからね。ヤベーの開発したのはお前だろ。今回はそんなヤバい開発はありませんでしたね。各自爆弾コンボをいかにできるかという戦いでした。もうその時点でだいぶ普通じゃない気がしますが、まあよしとしましょう。崖周りの危ない展開もしっかり避けていきます。崖へのプレッシャーのかけ方が豊富ですからね。それにどう引っかからないようにするのかというのも見ものです。相変わらず天井だとボム兵が中央の高台で遊んでいますね。事故に繋がるので本当に怖いですね。安易に拾いに行くこともできませんし、投げられた反動でぶつかるなんてことも容易に起こりますからね。さて崖展開でボム兵保持の状態、このパーセントなら余裕でバーストまであります。崖に叩きつけたいがスマートボムまで出てきてしまいました。崖上がりを狙っていくがギリギリで回避。逆にスマートボムを拾うが DA で返されていきます。お互いにアイテムを持ちまして、投げ合っていくが爆破がどっちが食らうのかわかりません。回避したところに瓶を狙撃、崖展開に持っていってチューインボムが出ました。あーっと投げた瞬間ファントムが風で運んでしまった。あと引きを掴んで振りほどきで中印に当てる気か。ギリギリで回避。しかし握ったボム兵を起爆。これは素晴らしい判断。リアルでも鑑定が上がっておりました。というわけで4戦目勝者はルミナッツパ。さてそれでは行きましょう。5戦目、透明な水空 VS デフォルトスネーク。もはやこの大会マリサさんのためにあるような大会なので、ここはぜひとも見せていただきたいですね。マリサですがこの日のために結構なコンボを開発していたようです。爆発物好きすぎるだろ。この大会で散々言われていますが、やはり誘爆ができることが何より強いです。スネークは手榴弾で誘爆できるので、そういった面でも適しているのかもしれませんね。爆破のために生まれてきてるやん。さてここでセンサー爆弾を設置していきます。第三者目線ですらどこにあるのか見失いそうですね。
あっとやってしまった。センサー爆弾の存在を忘れ突っ込んでいってしまいました。普段から C4 を使っている身ですら、センサー爆弾を忘れるわけなので、この爆発物大会がいかに集中力必要なのかが伝わりますかね。気を抜いたら爆弾が飛んでくるため、それを常に警戒する必要があるのですが、そんな中高度な戦いが要求されるので、いつものタイマンより数倍神経を使います。さてそんな中1ストサができているので、なるべく火力が取りたいところ、ちらっと見えましたがボム兵が右で歩いていますね。その下に入り込んで、ガードしてしまうところを C4 貼り付け、しかしこれはミスってしまった。ガスかさずもう一発落としてリカバー。今の状況で貼り付けを選択してくるのは恐ろしいですね。バースト時間を利用して定期していきます。使いにくいアイテムは適宜処理していくことも重要ですね。スマートボムを投げていますがなぜかここは自爆扱いですね。かなりの試合を見ていますが、未だに自爆とそうじゃない扱いの差が全くわかりません。もういっそのこと全部自爆するもんだと思った方がいいですね。さて戦況としてはほぼ並んできました。これ下に降りたのは正解でしたね。そのまま行ったら爆薬箱の餌食でした。不可避なタイミングでボンバーが落ちてきて大爆発。誘爆ができるということが裏目に出てしまっています。アイテムが湧くタイミングも種類も運次第なのでどうしてもこういうことが起こりますね。それも込み込みでこの大会の楽しいところではありますね。注文時爆弾を放ちますが画面外に行ってしまった。十字なのかクロスなのか全く見えません。ステージ中央もボムが大爆発。爆薬箱を投げつけていく。ファイバーが当たりましたが総裁が起こって爆発しませんでしたね。ガードに対してプレッシャーをかけていく。しかし有利不利逆転。注意ボムが出現しました。これ一つ出るだけで完全に戦況が変わりますね。ガードができないので逃げに全力出す必要ありますからね。 DA で外に出したその間にセンサー爆弾を拾っていく。 C4 と合わせて鉄壁の布陣です。ここをどうやってかいくぐっていくか。ニキータでプレッシャーをかけていく。落ちているボンバーを拾って投げつけていきます。そして一緒に攻めていく。バーストどうしたことだ。またもセンサー爆弾組んでバーストだ。でも満足そうな顔してますよ。もうダメだこいつ。ニストともうっかりでセンサー爆弾でバーストしているぞ。爆弾コンボの開発で圧勝と思いましたがわからなくなってきました。むしろ引きすぎて自爆しているのでは。 100% 超えてきているのでバーストは目前ではありますね。空中攻撃で運んで運んでいく。しかしそれはスネークの影響にはかないません。ストックが並んでわからなくなってきました。ドルフィン爆弾を設置していくがこれはほぼ干渉しないでしょう。あれ何この BGM。 空に舞っていったと、というわけで勝者は透明な水空。さてそれでは6戦目いきましょう。マメイダゼルダ VS ダイダイホムスカ。さあ開幕からめった打ちにされていきます。グーゴーエディは光ったかと思いましたが、しっかりと狙撃して火力取っていきます。ここで崖橋ボンバー、ホットメールを合わせようとしましたが吹き飛びました。崖橋とはいえ 30% でぶっ飛ぶという脅威の環境であると再確認しました。10秒で落とされましたが注意ボムが出てきました。ガードしても張り付くという脅威、これはなすすべがないか。と完全に忘れていました。体に張り付いてもぶつかれば付け返すことが可能です。ボム中も逆方向に出発しいつ来るかわかりません。ギリギリネイルで返せましたが、今度はボム兵投げられるとバーストがあるが、あーっとこれはうまい。ジャンプに完全に合わさって落としてそのままバーストしました。ガードで動けなくなってどうしようとなったところを買っていますね。というかあのガード量だと割れててもおかしくないですね。さあもう一瞬でニストなくして一気に不利になりました。ここからなんとか盛り返してもらいたいところですが、ひたすらにめった打ちにされています。忘れがちですがシンプルに実力も問われていますからね。火薬箱を頑張って拾っていきます。ピンでの起爆か。凄まじい威力でガードを削っていきます。さて兵器の差し合いになりますが、ボンバーが来ました。おっとそうですね、ブレイズエンドも非属性、遠距離で爆弾を処理することが可能です。ブレイズエンド自体ヤバい技なのでそれで起爆できるのは強いですね。ガーフの爆発の場合はまず避けることはできないでしょうね。ブレイズエンドに引っかかりだけ展開。さらに出てきました問題児。もう張り付いたら終わりでしょう。全力で逃げるゼルダと追いかける光。しかしずっと持っているわけにはいきません。さらに引き続きボム兵がやってきました。ガードももう怖いが、ネイルの後隙にボム兵落とし、完璧すぎる動きで完全勝利。6試合目の勝者はダイダイホムスカ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると最新の動画がチェックしやすくなりますので、まだチャンネル登録してないという方はぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。コメントや高評価をいただけると動画投稿のモチベーションにつながるので、ぜひともよろしくお願いします。こちらにおすすめ動画もありますので、もしよければこちらの動画も見てみてくださいね。それではまた別の動画でもお待ちしてます。また